飛ばす気か！いい加減でもさ、なるしかなかったのか、カワキ。ダメだ、やっぱりダメだ。この程度の威力じゃ岩を砕くなんて。あいつに何があったか知らねえけど、考えてることが全く分かんねえ。てめえの場合、追い込まれた時の方が発動しやすいだろうからな。試験は不合格なんだろう。今回の任務は失敗だった。うまねえなお前ら。しかし突破口は見えねえな。舐めてっと痛い目見んのはそっちだぜ。なんで俺に水や食いもんを。最終試験のことだけどよ、もう一度やらせてくれねえか。何年かかっても構やしねえ。もう一回やらせてくれ。このままじゃ終われねえんだ。お前、相手の打ちやすいところに打ちすぎなんだよ。足引っ張るなとか言ったくせに、お前が足手まといになってんだろ。こういう任務の方がやりやすいんだな。なんでもね。さすが七代目だな。俺の言ってることの方が正しいって分かってるってことが。昼間の訓練だ、楽しそうだった。ご苦労なこったな。ちげえよ。訳が分かんなくなっちまった。憎しみ合うばかりじゃ戦争はいつまで経っても終わんねえ。ならそれでいいじゃねえか。うるせえ。今のはしょうがないだろう。お前だって取れねえよ。お前の自己満足にこっちを巻き込むんじゃねえって言ってんだ。こっちはお前がどこで死のうがどうでもいいんだよ。お前の話を聞いてこいって言われたんだよ。ちょっとバカ親父と話がある。最初から期待してねえよ。ヘドの出るクソ悪党ごときがよ、七代目を侮辱してんじゃねえ。そうか、カワキ。喧嘩じゃねえからな、カワキ。お前トイレだな。だったら悪いけど俺の方が先だぜ。おかげさまのお仕事でクソ忙しかったんだろ。サービスエース。無理しねえとこの術は完成しないんだってばさ。笑ってる場合かよ。父ちゃんだって見ただろ、あいつが暴れ回ってるとこ。当然だろ、俺んちなんだから。そういうことはもう少し遠回しに言ってくれよな。誰がお前を心配してるだと。七不思議を見るんだろ。なんでついていかねえんだ。そもそもの原因は俺だからな。なんでここまでしてくれんだ。チャクラがどうとかよくわかんねえけど。話せよ。目覚ましたぞカワキ。ボルト、このアマちゃん野郎が。
Hey guys, I just want to remind you that this was one of the three endings of this battle. I couldn't decide on a winner, not because I can't figure out who's stronger, but because the victory of each of them has its own interesting consequences. Therefore, I will post other endings every month or so. Also, I want to remind you that you can support me with donations so that I can improve the quality of content to professional anime and also could release animations more often. I simply will not be able to do this without your help, since I work alone and because of the situation in the world. Thank you for watching. See you soon, guys.